どうも、ウルマです。はい、本日はですね、これ見てわかりますかね。これはい、まさかまさかですね、GU さんのプレスルームに本日は来ておりまして、本日何を紹介するかと言いますと、じゃん、これを見てねわかる方いらっしゃると思うんですけど、 GU かけるアンダーカバーがですね、もう発表されたじゃないですか、先日で。販売日自体は10月の29日の金曜日から一斉販売なんですけど、今回ですね、 GU さんのプレスルームの方にお招きいただきまして、販売前にもう実物をご紹介させていただけるということで、もうのこのことですね、プレスルームやってまいりました。いやー、ほんとね、GU さん心が広いっすね、ほんとに。こんなのを呼んでいただいてっていうわけでね、結構ね、ファッション系の YouTuber の方でも、いろんなアイテム紹介する方多いと思うんですけど、比較的自分ストリート気味のアイテムを紹介する方が多いので、自分目線のね、レビューとか、あとはね、普段からものづくりをしている目線もあるので、そういったところの目線もいろいろ交えながらご紹介していこうと思います。で、今回の動画でですよね、一通りいろんなアイテムをですね、着ながらとかご紹介していこうと思いまして、今回動画ですね、2本に分けようと思ってまして、2本目の動画では、販売前にですね、こういった形で実物を見ることができるので、自分的な目線で見たマストバイアイテムをですね、ご紹介しようと思うので、そちらも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。じゃあちょっとアイテム数も、今回メンズアイテムでこの28アイテムとかあるので、早速ご紹介していこうと思います。はい、というわけでね、どこをね、台に喋ってるかと言いますと、ここ、こんな感じで、今回のルックがね、こんな感じで飾られてるんですけど、で、オープニングで手元に持ってたのがこれね、フィギュア。いや、これ結構今回話題だったよね。まず、アパレルを見せるところなんですけど、まずフィギュアからご紹介したと思うんですけど、これ、なんかね、事前に思ってたのより、クオリティめっちゃいいんだけど、これ。なんかね、重厚感もあるし、これ、アンダーカバーのコレクターの株ね、相当反応するようなアイテムだと思うんですよね。で、これが2色展開。いや、ほんとね、思ってたより、でかい。これなんかね、俺こんぐらいの首から下分ぐらいのね、大きさと思ってたのよ。うわ、これね、部屋に飾りて、しかも色違いで飾りたいから、なんかどっちか一緒くってより、なんか両方部屋に置いてあった方がかっこいいな。これ買えっかな、なんかこういうの毎回俺買えねえんだよな。いやー、これフィギュアで時間取っててもあれだから、ちょっとね、ここ実際、いや、もうこんだけ並ぶとそうそうたる感じですね。多分ね、かかってるアイテムが結構 L サイズとかになるので、自分のね、サイズ感でも参考になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見ていこうかな。あ、これまずロンティー、こんな感じ。これ全部なんかアンダーカバーっぽいグラフィックというか、これも既存のファンの方もね、なんか別のあのレビュー動画でも話してもらったんですけど、しかも今回に関しては、あのアンダーカバーのアーカイブのグラフィック、過去に使われたものとかではなくて、 GU さんのために今回オリジナルで全て作られてるグラフィックなので、まあ、そういうところを見ても、まあ、既存のファンもそうですし、なんならまあブランドのこと知らなくてもグッと刺さるようなグラフィックになってるんじゃないかなと思いますね。あ、記事ヘビーウェイトで書いてあったから、でもしっかりヘビーウェイトですね。オンス的にはね、多分ね、6から 6.5 ぐらいなんだけど、生地に張り感があるから、オンス以上結構厚手を感じるというか、で、表面の素材感も結構ザラッとしたものとかじゃなくて、結構光沢感があるから、結構綺麗めな印象ですね。これ意外ですね。で、これが事前の動画とかでも結構話題だったこちらですね。この花柄にピンセットがぶっ刺さったような、このピエン系スウェットって俺が名前つけてるんですけどいや、これね、もちろんね、グラフィックってところもあるから、好き嫌いはね絶対分かれるんですけど、刺さった方は絶対買った方がいいんじゃないかなって思うぐらい。で、この色的にもね、これ確かブラウンかな、なんかベージュっぽいカラーと、あとブラックがあるんですけど、よりグラフィックを際立てて着るんだったらブラックの方が個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。でね、生地感的にはね、裏起毛素材になってて、なんか厚すぎず薄すぎずみたいな生地感になってますね。なんか今回のアンダーカバーのコラボに関してはさ、なんか普通のボディというかシンプルな形じゃなくて、こんな感じでね、なんかこの人とかも入ってるんだよね。こういう細かいとこも入って値段が安いってところは、なんかそこが本当すごいって思うんですよね。で、片ポケ仕様、これ珍しいね。本来なんか両方のポケットついてることが多いんですけど、なんか今回片っぽなんだね。で、グラフィックね、今回いろいろありまして、で、次これ、はい、これもグラフィック系ですね。これ有刺鉄線みたいな感じだよね。これ確か後ほど出てくるんですけど、 MA1 にも使われてるグラフィックで、あとね、ニットにも使われてるから、今回のコラボのラインナップの中でも比較的推しのグラフィックなんじゃないかなって思いますね。これもポケットに関しては片ポケ仕様ですね。うん、これなんかアシンメトリーな感じも、実はなんかアンダーカバーとか感じますよね。で、なんかね、結構ね、アンダーカバーさんのグラフィックって独特しいというか、結構攻めたものが多いんですけど、打って変わってこれね、これに関してはなんかちょっといきなりキャッチーだよね。これなんか俺、こいつやたら愛くるしいから、これ着ながらちょっと今日はいろいろ見ていこうかな。はい、着替えましたいや、このグラフィックを着た時に多分ね、絶対に聞かれる質問が、え、そのキャラ何って絶対聞かれるのよ。何の生き物なんて聞かれるけど、多分ね、答えられる人ほぼほぼいないと思うから、その質問を受けることだけは覚悟した方がいいと思う。で、結
これ気になってたアイテムがあるんだけど、多分これね、今回のコラボの中でも気になってる方が多いと思うんですけど、ケーブルニット、ビッグシュートのやつなんですけど、今年に関しては2021年秋冬でケーブルニットがね、実は流行ってて、かつビッグシルエットでヘビーウェイトなものを着たい人が多いんですけど、これ実物見て、カメラ回す前に少しだけね、見させてもらったんですけど、一言目の感想が、重って思って、思った以上にヘビーですね。なんか、それこそファストファッションとかプチブラブランドのヘビーウェイトって、ヘビーウェイトって書いてあるけど、そこまでかなみたいなもの結構あるじゃん。これね、マジで肉厚。で、皆さんが期待しているぐらいのビッグシルエットですね。こういうアイテム紹介するときに、どんぐらい大きいですかみたいなご質問結構多いんですけど、思った以上に大きい。ここまで大きく作るのって、国内のドメブラさんでも、ここまで作るのサイズ感なかなか作れないんじゃないかな。ちょっと、パーカーの上から着ようかな。はい、これ今 L サイズ着てるんですけど、これパーカーの上から着ても、このゆとりがあるんだよね。で今回、GU さんとのコラボレーションで代表的なところで言うと、ジップ使いがサイドじゃなくて、こんな感じでね、なんかスラッシュ気味というか、結構斜めに入ってるのが特徴だよね。しかもね、両サイドに入ってるわけじゃなくて片っぽ。だから、結構デザインとしても結構特徴的な部分だ。深っ！スイット深いわ。だから、こんだけね、しっかり、なんかサイドを開けてもらって、なんかこんな感じで中にパーカーとか、結構シャツとかね、レイヤードで着てもらってもすごい可愛いんじゃないかなと思いますね。なんか自分的にはレイヤードも楽しいんでね、なんかいろんな着こなしできると思うんですけど、こんな感じで編み地自体が結構メリハリあって、ボリューム感あるニットになってるので、1枚でもね、十分完結するぐらいのニットになってるんじゃないかなって思いますね。これが2色展開だね。いやー、どっちかなー。俺結構こっちの方が好きかも。なんか、デニムとかね、下に合わせて、清涼感ある感じ合わせたいけど、なんかダメージデニムとかいいんじゃない？これ。それこそなんか本来のアンダーカバーっぽい着こなしとかも全然できるなと思うから、これいいですね。で、今回結構特徴的なこの柄ね。なんかね、自分が前回 GU さんの、その今回アンダーカバー、販売前レビューっていう動画出させてもらったんですけど、その時に、これ何柄なんだろうって言って見てたんですけど、これ、カミソリ柄って結構ね、コメントで書かれてたんですけど、これカミソリなんですかね、これ。ね。これってカミソリ柄なんですかね。あ、そうなんですね。カミソリ柄らしいです、これ。勉強不足でしたね、自分自身が。そうなんだ。こんな感じ、近くで見ると。このブランドロゴがね、GU とアンダーカバーで、なんかゲームタッチのなんか8ビットみたいななんかロゴで入ってるのも可愛いですね。で、生地自体は、今ね、こっち着てるのはケーブルニットに関してはヘビーなんですけど、こちらはどちらかというとハイゲージのニットになってるので、まあ、綺麗めとはまではいかないんですけど、割とね、ロンティーの延長ぐらいで着れるような肉感にはなってますね。はい。次なんですけど、今回のコレクションの中で多分ね、事前のルックとかだと、そこまでね、目立ってなかったかもしれないですけど、これ、ヘビーウェイトセットかな。これね、そこでも、サイドにジップが入った感じになるんですけど、これね、今着てるのが自分グリーンなんですけど、これね、開けるとすごいよ。こんな。マックス開けるとね、もうはや、こんな感じじゃん。すごくない？見たことないんだけど。けどね、これ全部さすがに開けるのもそんなないと思うんですけど、ちょこっとなんか開けるとね、着こなしの幅変わると思うし、で、色展開もね、こんな感じで、グリーンの他にこんな色もあって、個人的にはやっぱ今年トレンドグリーンとかがほんと売れてて、自分自身もね、ゾータウンの販売するアイテムとか気がすることもあるんですけど、多分一番売れるのがグリーンだったりするんですよ。なんで、もしかしたらこのカラーとかが一番人気が集まりそうで、で、これね、ディティールがすごくて、無地アイテムだから見落としがちなんですけど、ネックの部分もこんな感じでなんかキリッパデザインになってるようなこのレイヤード仕様になってるし、でここにね、それのところに M1 みたいな、なんかポケットジップというかデザインになってて、もうさっき最初言ったようにサイドジップがね、しかもこの長さでジップ2本入るんで、すごい。これで2990円だったらすごいと思うわ。意外とメンズアイテムではあるんですけど、これ割とユニセックスで着れるようなアイテムになってるんじゃないかなって思いますね。うん。で、このアイテムに関しては、こんな感じで、セットアップで着ることができるアイテムですね。で、パンツに関しても、同素材のね、価格使い、小型化されてるから、上下で着た時にちゃんと意味合いが出るものになってますね。こんな感じ。同じデザインのポケットが付いてるね。で、シルエット自体は、割と緩めなシルエットになってますね。パンツの裾にも、首元と同じデザインの、切りっぱのレイヤードというか、このデザインあんま見たことないな。なんかいいっすね。グランジっぽくて。自分はすごいこういうのデザイン好きなんで。で、これね、さっきのアイテムにもあったんですけど、有刺鉄線柄のジャガードニットですね。これもね、さっきの総柄のニット、こっちに近くて、ややハイゲージ気味のニットになってますね。割と1枚で着ると着心地が良さそうなアイテムになってるんじゃないかなと思って、その横にある、これすげえなーと思ったんだけど、これ、カーディガンなんだけど、最初さ、事前のレビュー動画だと、なんかね、正直コラボ感そんなないかもみたいな、その柄とかさ、変わった編み地デザインにもなってないから、なんかね、意外と事前だと映えなかったかもしれないですけど、これめちゃめちゃいいかもしれない。これ、いいかも。いや、これ3990円だからね。これ、いや、なんか俺も、その動画アクタイとかでカーディガン作ってるけど、この肉感で作るのは正直俺無理だわ。あ、いいかも。これしかもポケットがね、カーディガンには珍しいジップポケットになってるんですよ。で、こういうのってニットで、カーディガンってさ、当たり前かもしれないですけどニットじゃないですか。だからポケットもニットで作んなきゃいけないんだよね。これがね、マジでコスト高いのよ。しかもそれが上にしっかりジップもついて。なんかほんとね、これぐらいの肉感だと、今 L サイズ自分着てるんですけど、まあアウターとして着れるぐらいの感じですね。これが3990円だったら、
いや、めちゃめちゃいいなと思うね。これに関しては、なんか過度なデザインが入ってない分、いろんな層の人に刺さるから、これもね、さっきのアイテムに結構近いんですけど、もちろんね、アンダーカバーのファンの方もそうですし、なんか全然ね、知らない人が見ても、普通にアイテムとして魅力感じるんじゃないかと思いますね。いや、これいいんじゃない？これ。いや、これ2色か。いやー、どっちだろう、俺。なんかね、こっちの、なんかブラウンっぽいカラーも、なんかよりね、ブラックよりかは色味が明るいんで、なんか編み地の凹凸感がね、こっちの方がしっかり出るんで、それを楽しみたい方は、こっちでもいいかもしんないですけど、いやー、どっちもいいね、これ。これは、これやべっすね。これいいわ。なんか意外とアンダーカバーとのコラボって、グラフィックだったりとか変わったデザインのものに注目が集まりがちなんですけど、今のところ俺これが一番推しかもな。一番。で、これ、ウールロングシャツかな？あ、長いね。なんかほぼね、なんかシャツの形状なんだけど、ほぼコートみたいな形になってるね。シャツコートみたいな。で、こんな感じで胸元に刺繍が入ってますね。で、前のこの開けの部分は、ポケットじゃなくてジップ仕様ですね。で、肥沃になってるんで、普段はこのジップが隠れるので、割と抵抗感なく着れるようなアイテムになってるので、結構この手のアイテムってメンズの方もそうなんですけど、これもレディースの方にも取り入れられるようなアイテムになってるんじゃないかなと思いますね。おうおうおう。しっかりね、フェイクウールの生地ではあるんですけど、しっかり肉感もあって、ちょっとしたアウターぐらいの活躍はしてくれそうなアイテムになってますね。これに関しても多分上下で着ることができるのかな。同素材のパンツが出てるので上下で着れるみたいですね。はい、次これね、このブルゾンなんですけど、これね4990円だからね。で、なんか裏地の部分もね、中開けてみるとなんですけど、こんなチェックで切り替わってるところ結構可愛いですね。本来の今回のジャケットって古着とかね、こういうデザインって多く見ることがあるんですけど、裏地結構チェックだったりするんですよ。レストチェックで切り替わってるから印象的な感じになりますね。俺こっちの色好きだね。なんかこっちは本当古着市場とかでもよく見るようなカラーリングになってて、これなんか新品ならではというか、うん、ここ結構肉感も結構あるな。着てみよう。はい、実際このブルーの方ですね、着てみたんですけど、いいね。なんか今の時期は例えば中 T シャツとかスウェット着込めるぐらい、あ、結構ね、身幅もしっかりあるから厚手のものも着れるんじゃないかなと思いますね。それこそニットとか全然着れるし、自分的にはね、なんかせっかく前に切り替え入ってるから、なんか前開けながら着たいとこでもあるんですけど、どうだろう、前締めすぎるとちょっとカジュアルになるかな。なんかライダースっぽく見えるのかな。閉めるとこんな感じなんですけどね。個人的には開けて着る方がかっこいいんじゃないかなって思いますね。いや、どっちだろう。俺こっちも着てみようかな。いや、これさ、販売初日とかだったらさ、店頭お客様すごい多いから、ゆっくりこんな風にね、多分試着できないんで。贅沢な時間ですよ、これ。本当に。はい、これ、ベージュですね。着てる今日のね、パンツがね、結構ブラウンのコーディネートパンツと合わせてるから、もうザ・アメカジみたいな気持ちになるんですけど、まあけど、そうといってもね、なんかアームホールもしっかりこんな感じで広いし、さっき言ったようにね、着丈そこまで長くないけど、見張りしっかり取られてるような今っぽいデザインになってるから、あんまりねカジュアルになりすぎないというか、なんか古着っぽくなりすぎないバランス感は自分もすごくいいんじゃないかなって思いますね。はい、次こちらのゴアジャケットですね。でこれも色展開こんな感じになってますね。ブラックとこのブラウンの2色展開になってるんですけど、これ切り替えがゴアとこんな感じで不惑の部分で切り替わってるんですけど、あのね、動画のコメント欄でなんかウルトラマンのような切り替えですねっていう謎のコメントあったんですけど、そんなことはないと思うけどそんなことは。なんかね、自分も画像で見たときに結構切り替えのデザイン気になるのかなと思ったんですけど、実物見るとそうでもないですね。背面で見るとこんな感じですね。なんかボア系のアイテムって皆さん気にするところで言うと、防寒性がどうかっていうところと、なんか肉厚具合とか結構気にする方多いんですけど、結構しっかり張りありますね。で、ボアの部分のね、裏に裏の生地感もしっかりついてるので、結構充実感のあるボアになってるんじゃないかと思って、3990円のボアで多分世の中で流通してるものを考えると、結構裏地がそのままなかったりとか、で防寒性の部分で薄い部分もあるんですけど、その心配とかはないんじゃないかなって普通に思いますね、これは。はい、次 MA1 ブルゾンですね。これね、事前で出した動画でもリアクションやっぱ気になってる方もすごい多いアイテムなんじゃないかと思うんですけど、生地ね、いいっすね。なんかね、この感じの今価格で言うと4990円なんですけど、このぐらいの価格帯の MA1 って結構ポリ素材のポリ感が強くて、なんか変に光沢出ちゃってるやつあるんですけど、マットな生地感になってるので自分的にはいいですね。なんかブラックももちろんいいんですけど、自分的にはこっちのオリーブカラーの方がいいかなって思ってますね。で、背面のロゴもこんな感じ。なんかね、オリーブにブラックで入るんで、あんま目立たないね。ブラックでしっかりこのグラフィックを見せたい方はいいかもしれないんですけど、このロゴをなんかちょっとさりげなく使いたい、使わないに関しては、俺はこっちかな。なんか今回の全体のコレクションの中でも、ここまでなんか結構沈ませるロゴの入れ方っていうのが、過去この MA1 ぐらいなんじゃないかな。こういうところで見ても結構レアですね。でしっかりね、中に、多分中綿とか入ってるような生地感になってるんじゃないかと思うから、防寒性自体もね、そんなに寒そうとかそういうのはないですね。で、着丈的にもやや短めになってるのと、リブ自体もね、ちょっと太めに
に設定されてるので、着た時にこんな感じで丸みが出るような着方ができるので、あれとトレンドっぽい着こなしもできるんじゃないかなと思いますね。うん。あえてね、サイズをグワッと上げてもらって、肩脱げながら着るのも全然今年っぽくても全然いいと思うので、おすすめですね。はい。こちら、今回のアイテムの中でも、注目度高めのアイテムになってるんじゃないかな。こちらの持つことですね。僕はね、L サイズを着用させてもらってて、自分が178センチの72キロになるんですけど、自分が着ても、しっかり大きめ。肩周りとかもね、変な張りもないので、なんか適正サイズを選ぶとなると、俺は全然このサイズでも着れるんじゃないかなと思いますね。で、胸元に、こんな感じのロゴで、はい。背面に、今回のコレクションの中ですごい映えてる、このプリントですね。いや、これ結構注目度高いから、ジデラレベル絶対期待していると思うんですけど、素材感的には、正直、好き嫌いは分かれるかなと思いますね。結構ライトな生地感なので、もっと張り感があるとか、さっきの MM1 みたいな生地感を、なんか想像してる人が多そうなんですよ。これに関しては。けど、その生地と比べてもライトな感じなので、これに関しては、一回実物で見た方が自分的にはいいと思いますね。っていうのをね、自由さんのプレスルームで言うっていう。本当に。させ。まあね、けど自分のチャンネルはね、結構本音デビューを信条としてるので、ちゃんとね、まあ、そこは言わせてもらいたいなと思いますね。けどね、形的にはね、なんか1枚で着こなしが決まるっていうのは、こういうモッツコートとかね、ロングコートのいいとこですよね。あと、開けて着ると、こんな感じですね。うん。こんぐらいの長い丈のアウターになると、逆にね、綿をパンパンに入れすぎると、着こなしづらいとか結構ね、丸みの帯のような感じになっちゃうんですけど、でもシルエットを崩さず、こんな感じで防火感を保ってるっていう点は、すごいいいんじゃないかなって思いますけどね。ちょっとこっちは、ブラックだけじゃなくて、注目度高いアイテムなので、オリーブの方も着させてもらおうと思います。はい、こちら、オリーブですね。履いてるパンツがね、今回はブラウンのパンツになってるので、ちょっとカジュアルな感じになっちゃうんですけど、うん。かっこいいね。やっぱどっちだろう。着てみると、オリーブの方が個人的には、可愛いかなって、ちょっと思い出しちゃったかな。やっぱさっきね、言ったように、生地感の部分に関しては好き嫌い正直分かれるアイテムだと思うんですけど、アイテムの形はすごくいいね。なんかいろんな素材でこの形をちょっと着こなしてみたいというか。こんな感じ。なんかブラックの時には分かりづらいんですけど、こんな感じでね、ザ・ミリタリーポケット、フラップポケットもついてるし、こんな感じのね、フラップ付けのポケットがここにもついてるので、収納力自体も相当高いんじゃないかなと思いますね。うん。これは結構、実店舗もそうなんですけど、オンラインの方で争奪戦になりそうな雰囲気のようなアイテムですね。袖口の方は、これボタンですね。これで外そうとすると、こんな感じでね、絞って着ることができるので、丸みを帯びたシルエットを着れてもいいところですね。で、このまま流れでアウターの紹介、別も行こうと思うんですけど、多分近い生地感なのかな。ちょっとマットなのかな。近いような、ライトな素材感のダウンですね。いや、これが、事前の結構レビューとか、ライナー見た時に結構びっくりしたんですよ。値段も安いなと思って、この中綿のジャケットで、確か4990円とかでね、5000円ぐらいなのに、せっかく GU さんのね、プチプラプライスだから、自分はこんぐらいね、発色のいいアイテムで着てもらっても、まさかの指抜きだね、これ。指抜きだった。すげえ、この袖。ほら。あ、いいね、やっぱ。今定番色を着るのもいいんだけど、こんな感じでね、せっかくだから攻めた皿を着てみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん。袖口の感じはね、なんかね、リブ感がすごいあるってわけじゃなくて、割とハイゲージ系のスポーティーなリブですね。うんうんうん。あ、結構ね、中綿のボリューム感もありますね。で、こんな感じで背中の方に、この段のキルティングですね。手持ちで紹介しながらの方がわかりやすいんですけど、ここにステッチをしっかり入れてるんで、中綿のボリュームがある分、うちがね、オリジナルで出した段でも結構近いんですけど、こんな感じでボリュームより出やすいようなデザインになってるから、ここいいんじゃないかな。これ色味に関しては、このベージュっぽいカラーも、ブラックのカラーも定番できる。いや、俺やっぱこの色好きだけどね。うん。こんな感じで着たりして。今はね、インナー T シャツ1枚なんですけど、なんかスウェットとかね、着込めば、全然着込むことができるサイズ感なので、逆にちょっとサイズ感、自分今 L サイズを着てるんですけど、なんか裾もね、こんな感じでドローコードがついてるんですよ、これ。ついてるので、あえてサイズを上げてもらって、こんな感じで丸くシルエットに変えてもらって、ちょっとなんかインポートっぽい、なんかダウンの着こなしとかね、やってみるのも個人的にはいいんじゃないかなって思いましたね。はい、で、続いてなんですけど、ここはね、二方、ルームウェアになってるんですけど、GU とアンダーカバーのコラボレーションの面白いところって、トップスとか、アウターとか、ボトムとか、そういうカテゴリー分けがある中で、しっかりルームウェアっていうカテゴリーが、しっかり確立されて作られてるのって、結構ね、稀なコレクションになってるんですけど、一方目がこんな感じのね、マイクロバーフリーズの上下のルームウェアになりますね。やっぱね、この手のタイプのカーディガンタイプのルームウェアって、どのブランドから出ても正直めちゃめちゃ人気のアイテム で、このアイテムに関しては、もうね、コラボの感じが正直あんまないというか、シンプルなアイテムになってるからこそ、今回のコレクションの中でいくつか
なんか見受けられるようなアイテムなんですけど、すごいデザインが入ってるものもあれば、すごいシンプルというか、まあ今自分が着てるね、こちらのカーディガンもそうなんですけど、普通に今回のコラボって知らなくても手に取るようなアイテムっていうのが、結構ね、散りばめられてるのが印象的ですね。で、こんな感じのカラー。なんかミリタリーカラーの上下で着れるルームウェアって、割と見ないんだよね。まあさすがに、この上下で、あのね、前回の GU とアンダーカバーのコラボで、GU、アンダーカバーのミッキーとトリプルコラボのね、ルームウェアがあって、俺それ普通に個人的に着てて、あのね、シャツとショートパンツのセットアップだったんですけど、あれね、結構外に着ていく方も多かった印象で、今回に関しては多分こっちかな。着る人によっては、これ全然外着ていきますよ、みたいな。これ、なんかね、フランネル素材のセットアップになってるんですけど、フランネルっていう生地感で、なんか予想したらもっと機能感あるのかなと思ったんですけど、そんなことはね、結構ないっすね。うん。この、思った以上に機能感がないので、普通にセットアップで着てもらうと、これ普通にコンバースとかさ、あの、バンズとか入って、中にパーカーとか着たりとかして、ちょっとグランジっぽく、カート小判っぽくね。やっぱパジャマのセットアップってそういう風に着たいんだよね。なんか、正直、最初のルックで見た時は、今回は、そんなかなって思ったアイテムだったりするんですけど、これはね実物見て結構変わった。今まで見た中でももちろん実物見て、あ、これなんか写真で見た方が良かったなって思うのもあれば、いや、そのまま逆で実物見て、あ、なんか実物の方がいいじゃんみたいなことがあるから、そういうのなんかね、せっかく販売前にね見れてる部分をお伝えしたいですよね。で、別の色、まあ自分的にはこっちの色とかはね、なんか使いやすいから着がちなんですけど、いや、せっかくなんかルームウェアってさ、まあもちろんね、外に着ていく人とか、まあ、近くのコンビニとかに、ね、行く人いると思うんですけど、ちょっとね普段選ばないようなしっかり配色のあるね、もの選んでもらっても個人的にはいいんじゃないかなって思いますね。で、自分的にはファッション系の動画配信してる中でも、あの、ジェラートピケとかね、俺普段結構紹介したりたまにするんですよ。ルームウェア紹介してる人ってね、なんか見渡してみたら意外といなかったので、ここね、ちゃんとレビューしたいよね。はい。でね、今回のコラボレーションに関しては、ちゃんとグッズ類も結構品番数があって、シューズからこんな感じで、ソックスだったりとか、あとはね、帽子だったり、手袋かな、いろいろあるんですけど、その中でも、特に、毎回ね、シューズアイテムが割と豊富に出るんですけど、まずスニーカーね、これ、事前のね、レビューでも気になった方多いと思うんですけど、こんな感じの、キャンパススニーカーですね。ベース的にはね、ローテクスニーカー、ほんとコンバースとか、それに近いようなデザインになってるんですけど、ソールのところに、こんな感じでロゴが入ってますね。文字というか。あのね、クオリティ自体はしっかりキャンバス地で厚手なものにはなってますね。うん。で、ソールの、このゴムのところが、視覚的にね、結構分厚くなってるので、なんか、華奢な印象を与えないように作られてるローテクスニーカーみたいな。なんかちょっとね、あばいこばいな風には聞こえるんですけど、結構最近のローテクのスニーカーって、厚底風というか、ちょっとね、ソールにデザインを持たしたものが多いので、なんかそういうね、デザインがここにも落とし込まれてるんじゃないかなって感じましたかね。で、なんか事前の感じだと、このサイドコアブーツあるじゃないですか。なんかサイドコアブーツ、なんか気になってる方も意外と多くて、で、事前のやつだと、画像で見ると、結構シュッとしたデザインになってるんじゃないかなっていうのを動画なんか言ったんですけど、実物見て、これはね、割と丸みがあるような、しっかりボリュームがあるサイドコアブーツでしたね。うん。で、ソールもしっかり、こんな感じ。何センチぐらい盛れるんだろう、これ。3.5 とか。結構しっかりソールあるね。うん。最近って、シューズとかそういうの買うときに、身長が何センチ盛れるとか、そういうところもね、結構見て買う人が多いので、そういうところはね、結構勉強になってますね、最近。で、こんな感じのソックスだったり、あと手袋かな、はい。っていうものまで網羅してて、で、こっちのマネキンが着るものなんですけど、今回このダウンマフラーみたいなものもあって、結構防寒アイテム豊富というか、この手のさ、マフラーもすごいよね。なんかただ巻くだけじゃなくて、このポケット付けなのよ。だから巻いて、ここに財布とか携帯入れておけるみたいな。ちょっと失礼します。で、これ巻きます。携帯入れます。で、あ、なんか電話鳴ってるみたいな、こっから出してここに入れるみたいな、シティーボーイっていう感じの充実なラインナップになってまして、これでまあ触れてないでもね、点ではあるんですけど、ほぼほぼ全ラインナップに触れさせてもらったんじゃないですかね。しかもあのメンズのコレクションになるんですけど、こっちとかほら、それからキッズとかね、ここまで紹介しちゃうとね、すごい動画長くなっちゃうから、今回はなかなか紹介難しいんですけど、こんな感じでレディースも豊富ですよね。キッズ可愛い、これあれだね、お揃いで着れるよね、これ可愛くない。これ何歳、これ何歳ぐらいの子が着てるんだろう、これ子供にもビッグシルエットで着せたら何歳ぐらいが着れるんだろうね。で、まあ、レディースアイテムはさっき言ったように、さすがに前回の紹介も難しいんですけど、特にレディース、最近さ、メンズでもレディースアイテムもアイテム着るし、レディースでもメンズアイテムも着るんだけど、特にね、なんか事前の見た感じで気になってる方多いのが、これレディースの MA1。これね、これ事前でも気になってる方が多いから、え、これちょっと、ごめん、サイズ感はあんま参考にならないかもだけど、気になってる方が多いから、ちょっと着させてもらおうかな。はい、これレディースの MA1 着てるんですけど、しっかり認識してます。ちっちゃいです、俺には。けど、これサイズを、オンラインとかで
大きいの買えば全然ね、袖タイプ、レディースアイテムって袖だけ足りなくなることが多いから、しっかりね、サイズ自体を上げた方が良くて、かつ、前見と後ろ見でこんな感じでね、前後差がついたような独特のデザインになってるから、メンズだったらしっかりサイズ上げた方がいいんじゃないかなって思いますね。いやけどこれね、結構ね、レディースのブランドとかでも、こういうデザインね、結構あったりするから、しかもね、ロゴがないんだよね、この感じは。だから、このアイテムに関しても割と広い層というか、今回のコラボが知らない方にも響くというか、可愛いの。なんか事前のね、なんかこのコレクションを動画出した時にも、レディースのアイテムで MA1 気になってますとか多かったけど、まあ確かにこのデザイン性で、このプライスだったら、まあ、気になってる方多いのも結構頷けるというか。なんか自分は、まあさすがにちょっと小さすぎますけど、こんぐらいね、インナーとなんか着丈の差をつけて、メリハリある着こなしっていうのも、俺的には割とありなんじゃないかなと思いますけどね。レディースだったらこの上になんかワンピースとか、レイヤードしても可愛いんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで結構動画長くなったかもしれないんですけど、販売前のね、GU とアンダーガムのコラボコレクション、一足先にね、ご紹介させていただきました。いや、結構ね、自分の中でも気になるアイテムとかあったりして、実物見て、いや、よりいいじゃんとか思うの多かったので、まあ、今回の動画ではね、一個一個ちょっと軽く紹介させてもらったんですけど、次の動画ではね、まあ、自分が思う、いや、これ今回マストで押さえた方がいいんじゃないかってアイテムをご紹介させてもらうので、ぜひね、そちらの動画を楽しみにしてもらえたと思います。で、最後におさらいなんですけど、今回の GU とアンダーガムコレクションですね。で、販売日の方が10月の29日の金曜日から全国の店舗とオンラインの方で一斉販売で、で、アイテムによって購入制限もあるので、詳しくはですね、GU さんのホームページとか、あとお近くの店舗のスタッフさんに確認してもらえたらと思います。いや、今回も販売前とかね、毎回なんですけど、並び出るんじゃないかなって思うぐらいのコレクションになってるので、もしね、気になるアイテムがあれば、オンラインサイトに貼り付いてもらったりとか、もう近くのね、取り扱い店舗で欲しいアイテムゲットしてもらえたらと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。